はい、どうもです。パープルね、2022が発売されたということで、とりあえずペナント回してみようかなというふうに思ってます。まあな、とりあえず普通に一回ペナントやろうで、そっからまあドラフトとかも一通り一回やってから縛りプレイって感じでやっていこうかな。まあもちろんオリックスで、ペナント開始前の設定をスキップし変更しますか。あやー、こういうのもできるようになったんだ。スキップしようか。とりあえず特に変更はいじる気はないから、ここはスキップで。へえ、すげえ、そんなこともできるようになりましたと。ペナントレース開幕。まあとりあえずピッチャー陣とかもいじらなくていいのかな。野手陣とかも、まあでもせっかくだしいじるか。パープルで強い階段とかも入れていいよな。この赤徳が多すぎるやつはな、正直あんまり使えない。おぎた、のみさん、あー、ムクノキ、ムクノキやっぱ入れようか、せっかくルーキーだし。で、野手が一人多いから、野手を減らそう。 ODA と山足が意外とユーティリティで結構いいんだよな。大下大打か。ユーティリティ枠は大城でいいけどな。大下下げてギブ上げるか。でピッチャーあと一人あげたい。バスケパック山岡中継ぎにするわ。で総一郎じゃなくて竹安でいこうか。この表記もあれなんだ、先発で消えてるんだ。今までは書かれてもなかったけど、こういう薄い字になってるんだね。じゃあ1番センター福田、2番サード宗、バレラセカンドに置きたよな。で対左は足立で、 T が打てないから佐野がミート F か。もうちょっと佐野のミートが高ければね。バレラサード、佐野使って、佐野ファーストできないのか。ラオファーストできる、微妙だな。ラベロファーストできるよな。ラベロファーストが本職か。よし、これでじゃあ行きましょう。これでとりあえず1年間ペナント回してみて、ちょっとスキップの感じもどんな感じか見てみようぜ。特に変わらずか。とりあえずではシーズン終了までいきますわ。シーズン終了までいきましたが、結局3位でクライマックスシリーズもファイナルステージで負けちゃって、日本シリーズも出れなかったということで、まあオリックスがこう普通にやると3位ってことですね。まあ、それが分かれば良いとして、とりあえずね、今回は1年間ペナント回してみてって形で、まあ、正直まだパープロ2020前作のね、縛りプレイがまだ残ってるんで、それを終わらしてから、とりあえずオリックスで優勝する縛り、優勝するまで終われません縛りして、その後ドラフト縛りっていう感じでやっていこうかなっていうふうに思っております。とりあえず今日は1年間適当に回してみようっていう、どんな感じのシステム新しく変わったのかなと。まあ、おそらく変わってないけどね。
あんまりもう前情報見てないんで、ペナントが無限になったぐらいしか知らないから。ヌニエス、選手の能力とかも見たいな結構。まあでもそれはちょっとおいおい見ときますわ。ちょっとずつ楽しんでいこうぜ。首位打者栗原、ホームラン王ヌニエス、吉田正尚、打点王ラオウ、新人王椋木、沢村賞山本由伸、最多勝由伸、勝率1位由伸と、最多奪三振由伸、最多セーブ平野。もうこんだけ頑張ってんのに。あ、へえ、 MVP もちゃんとこういう風に出るんだ。今までなかったもんね。ラオウすごいな、51票も残ってる。あ、椋木圧倒的だな。すごい、このシステムおもろいね。すげえ、沢村賞もこんなん出るんだ。あ、どれが達成してるとか。はあ、由伸すごい。おもろ、めちゃめちゃおもろいなこれ。線がやば、 1.76。 いいね、なかなかおもろいシステムになってきてんじゃん。なんかデータマニア歓喜みたいな感じじゃない？なんかいろいろ、まあちょっととりあえず続けよう。オフシーズンどんなんか見たいから。本当は終わってもいいんだけど、ちょっとオフシーズンの感じがまだ分かってないから。契約更改、まあ、この辺は特に変わらずだよね。監督、まあ別に変わってらんと。あ、でも年齢が表記されてるよ、監督コーチの。ってなるとこれ引退もあるんじゃない、コーチの。年齢60歳とかでコーチ引退とかするのかな、もしかして。ありえそうだねそれ。だってペナント無限に回せるってことは、監督が200歳とかそういうことにならないように、そのためのおそらく年齢表記だと思うから。名推理、安っ。コーチめちゃめちゃ安いじゃん、やったぜ。いやそうだよね、あと今までコーチが高すぎたもんな。いやこれはありがたい。縛りプレイ歓喜、縛りプレイやってるやつは歓喜ですよ。あの大体金がなくなっちゃうんで。いやコーチこれだけ安いのはめちゃめちゃありがたいわ。スカウトも変わらずか。スカウトにもできるようになったんだ。スカウトの能力でどうやってわかんの？吉田正尚ってスモールベースボールなんだ。新しく増えてますね、この辺が。スカウト天使。海外スカウトに、なんで 1.17 で引退するんだ、こいつは。海外スカウトでやるか。これあれかな？あ、そうか。発掘力 B になってる。引退するな、お前。1.17 で引退しないでくれ。衰退期。わかるんだ、今、そういうのも。わかる人とわからない人がいると。猛牛の切り札。衰退期。あ、さ、成績見てなかったな、そういえば。衰退期。ラオウ、2割9分8厘28本。去年と同じぐらいの成績残してるね。福ちゃん2割8分3本。胸、2割4分7に9本と。もちろん胸に活躍してくれないとね。せっかくだし、投手コーチでいいか、能見さんは。日がやっぱスカウトとかやってもらおうぜ。いや、功労者にこういう職を残せるのいいね。2.33。やっぱこういうね、頑張った人には、与えてあげたいからね。吉野も年俸下がってるやねんか。吉田正尚も年俸下がってるし。なぜに？めちゃめちゃありがたいんだが。パワフルスポーツを緑。ああ、すげえ。新聞みたいになってる。次、ドラフトだよね。ドラフトどういう風に変わったのかと。気になりますね。ドラフト、オリジナル参加は参加させません。2020年選択指導会議、なんか変わったことはありますか。あー、でも特納が見れるようになってるのか。こういう特納を持ってる可能性があるよってことね。あ、でもこれはなかなかいいんじゃない。
対左 G 持ってるかもしれないと。あ、しかも悪いところを見えるんだ。強っ。なんだこいつ。どういうこと？ルーキーめっちゃ強くなってる、これもしかして、ピッチャー。いや、これまた投稿始まるよ。打者もある程度強くしてくんの。いやー、なんじゃこいつら。なんじゃこいつら。なんじゃこいつら。いやー、えぐいわ。えぐい、えぐい。変化球。これもう、既存のピッチャーもクビじゃん、若手のやつら全員。ルーキー取った方がいいじゃん。野手、あ、でも野手もまあ強くなってるか。全体的にドラフトで取る選手が強くなってんのかな。まあでもたまにはそういう選手もいてもいいよな。だってパワープロ、じゃあ実際の結構プロ野球とかっているしね。ある程度能力高い選手が毎年何人かは。あー、でもこれ投稿なら気するな。これこのままいくと。クソ強キャッチャーもいるしな。日々の、日々の取るか。だってドラフト2位でもおそらくいいピッチャー残ってるからね。この辺残ってるもんな、普通に。さすがに取れないか。でもこいつ残ってるしね。あー、さすがに取れないか。でもしかも全然競合してなかったよな。こいつもえぐいし。いや、俺はもう155キロが気になるんだよな。155キロでこの変化球で伸びしいでしょ。即戦力じゃん。あ、でもうち先発足りなかったんだよね、そういえば。18歳。まあ、ドラフトはこんな感じですかと。サード。サードで胸いるしね。ショート紅林いるしね。そうなると野手はある程度揃ってんだよな。足りないの。まあ、ファーストとかちょっと足りないね。で、ファースト外国人取ればいいしな。外野ぐらいか。まあ、外野も、まあ、福田もある程度もう結構年だしね、言うても。言うても30近い、30ぐらいでしょ。紅林とか宗とかは若いけど、まあ、セカンドがいないのか。足立の代わりが、まあ、バレラがやってくれればいいか。まあまあこんな感じで、本気でドラフトやってるわけじゃないんで、大体こんな感じですよと。ドラフトは、はいはいと。まあドラフトはこんな感じですねと。ちょっと今年の成績、おお、すげえ。帰国選手交渉もこんなになってんだ。ちょっと成績を見ようぜ。75勝65敗。まあ普通に回したらこんなもんってことか。守備成績表なんてあるんだ。はあ。いや、これはでもデータ、めちゃめちゃ、あー、めちゃめちゃいろんなデータが出る。これはちょっと後のお楽しみにしよう、この辺は。いや、これはでもめちゃめちゃ楽しそう。データマニア、ほんと歓喜だね。マジ歓喜。いやー。でも、紅林やっぱちょっと打たないんだな。実戦、紅林、宗あたりをどうするかだな。あとはそこそこ活躍する。まあ、福田もギリギリセーフか。あとはその辺をどうしていくか。まあ、うまいこと入れ替えてやっていくしかないね。実際オリックスで優勝を目指すとなれば。帰国選手もどんな感じか見ていこうか。海外から帰国する。あ、そうだ、俺まだ買ってないのか。さ、買っとかないといけないな。海外帰国選手新しくやるために。お、菊池がメジャー行くんだ。世界どれだけやれるのか挑戦してみようと思いました。この辺の定型文も変わってんのかな。まあ、せっかくだし変えてほしいよな。FA 宣言。あ、年俸ランク。あ、ここで A とかが見れるようになったんだ。残。あー、残留交渉だったら残になるんだ。へえ。全部ホールドポイントが見えるようになってますと。まあ、せっかくだし。ちょっとオーセラぐらい一回やってみっか。この辺は特に変わってないね。あ、でも5年契約までできるようになった。あれ4年だっけ最高。あ、変わってない。あ、前も5年か。うん、特にそこは変わってないのかな。3億8000万。一回取ってみよう。
ポスティングで、ポスティングじゃあ FA でオーセラ。プロテクトも特に変わってないと。金銭。自由契約のね、あれ変わってほしいよな。活躍しててもベテランだったら切られるみたいな、ピッチャーめちゃめちゃいい活躍してるけど切られるみたいな、そういう設定変えてほしいよな。あと荻野がなんでクビになってるの、なぜか荻野がクビになってるし、こういうのやめてほしいよね。松本剛、なぜか荻野がクビになっていると。海外留学も特に変わってないのかな。留学選手まあ変わってない、なんかこんな多いの。単純にあれか、オリックスが若い選手伸びて強い、オリックスが若い選手結構多いってとこがあるのかな。留学地は特に変わってないね。うん、あれ金高くなってない？ 5 億じゃなかったっけ？ 5 億5000だっけ？ドミニカ4億じゃなかったっけ？アフリカクソタケ。キャンプも特に変わったのかな？この辺のアイテムは変わってないと。じゃあキャンプ見ていきますかと。まあ、能力のこの上がる感じは変わってるな。あとは特に変わってないかな。うん、変わってないね。この辺は特に変わってないと。まあ、あ、さ、転生結局出てこなかったな。転生ってどれくらいの可能性出るんだろうね。転生がめちゃめちゃ気になるな。転生のみ縛りとかやりたいけどね。まあ、こんな感じなんで、とりあえず、ペナント1年間回してみて、まあ思ったことは、そこまで大きくシステム的には変わってないのかなと。ただまあ永遠にできるっていうのと、まあ無限にできるっていうのと、転生選手が入ってきてるっていうところで、新しいアクセントがちょっと加わったのかなって感じかな。まあ縛りプレイはこれ永遠にできるんで、200年ぐらいもしかしたら俺優勝できずに200年ぐらい苦しんでるかもしれないんですけども、まあそれもそれでまたおもろいということで、とりあえずまあまだ弾道1縛り、パワープロ2020の弾道1縛りが終わってないんで、とりあえずそれを終わらしてから、オリックスで日本一になる縛りをして、それが終わればドラフトのみ縛りでもやっていこうかなっていう風に。でまあいつものようにいろんな縛りをやっていってね、もしかしたらもう100年200年同じ縛りで100年200年やってるかもしれないけど、それはもうそういう仕様だからね、それ俺が悪くない、そういう仕様にしたコナミが悪いということで、じゃあ今日は終わりましょう。バイバイ、さよなら。